川崎区富士見にある川崎市体育館が平成26年12月27日に閉館しました。12月13日には閉館記念イベントが開かれました。式典は大谷川崎区長の挨拶で始まり、川崎市消防音楽隊とカラーガード隊の演奏と演技、そして地元中学校の吹奏楽部による音楽が華やかに会場に流れました。川崎市体育館は観客数およそ1500席で、1400平米を超える大ホールを中心にトレーニング室や補助ホール、会議室などを備えています。昭和31年に川崎市民会館としてオープンし、昭和47年に川崎市体育館に名称を変更しました。川崎市のスポーツの殿堂として市民大会をはじめ、国際バレーボール大会、プロボクシングやプロレスでは世界タイトルマッチなど数々の名勝負が生まれました。しかし開館から58年という年月が経過し、老朽化やバリアフリーといった課題もあることから閉館。平成29年10月にスポーツ文化総合センターとして生まれ変わる予定です。